はい。続いてですね、今度は、このセーバーのですね、ちょうど無知のアニメーションを作ります。で、ポイントとしては、ここ、エンドオフセット。えー、これ2つあると思うんですけども、2つともね、付けてあげる必要があるんですが、えー、ここをですね、うまく調整してあげる必要があります。ちょうどこう、全部が出きたところが100%として、はい。ここの、構えてるところはゼロですよ。このね、タイミング難しいんですよ。こう、ひゅーっと行くような。 このね、タイミングをうまく測ってあげないと、あの、かっこよくいかないんですよね。瞬間ですね。シュンっていう感じで絡まります。で、ここキーフレーム0から100といった形ですね。はい、えー、ついてですね、ライトを追加します。えー、このライトはですね、ちょうど今ポイントコーとしてあるんですけども、何に使うかというとですね、ちょうどこれ、セイバーのやが出るところで、こういう風に行きたいんですよ。こういう風に。 わかりますライトを付け足すと、セイバーにさらにライティングの効果があって、まあ電撃というかライティングが走るみたいな、このような効果をかけることができるんですが、これがですね、ちょうどセイバーのちょうどこの軌跡に合わせて、つまりこういう風に移動していく、この軌跡に合わせてうまく、えー、ライトをどうやって移動させるかっていうテクニックです。はい、えー、まずですね、こちらの方ですね、レイヤーから塗るオブジェクトを選択します。 はい。ちょうどこれがですね、ヌルがこの奇跡にとって沿うような形にしたいわけですね。で、ここでですね、はい。えー、見ていただきたいのが、マスクですね。マスク。これちょっと見ていただきたい。マスクのパスありますよね。これ最後ね、ちょっと傾いてるんでちょっと移動させてるんですけども、このマスクのパスをまずコピーします。はい。編集からコピー。そして今度はそれをヌルに当てるんですね。ちょっと当ててみますね。トランスフォームの位置。ペーストします。はい。こんな感じです。 そうすると、何が起こったかっていうと、わかりますこの奇跡に合わせて、ヌルが動いてんですよ。こんな感じで動いてますよね。はい。これがまず大きなポイントになります。それで、どこら辺で出てきてうまくやるかっていうところなんですけど、まあ、ここですよね。ここに合わせて、最初、ヌルも一緒に移動したいなってあるんですけど、ヌルの速度と、この速度が合わないんですよ。 なぜ合わないかというと、ここは基本的にですね、エフェクトを見ていただいて、セーバー、このラインですね。この範囲、2秒6から06から3秒11。約1秒ちょっとですね。この間のポイント、ここにうまく、この奇跡を当て、当てはめなきゃいけないということで、まずちょっとスタート地点ね、ここら辺かな。この辺にして、はい、スタートはここで OK ですよと。で、要は、 上がりが遅くなっちゃってるんですよね。で、これは、あの、実は単純なんですけども、時間、時間伸縮で合わせます。今100なんですが、えー、例えばこれを50とかしちゃうと半分なんでちょっとやってみますね。はい。そうすると、えー、ヌルが半分になりました。まあ、このあたりでちょうど合わせてあげると、どうかなということで、はい。まあ、ま、ちょっとまだヌルが先行してるような感じですね。で、こうした時っていうのは、まあ、このね、位置のところをもう一回、 うまくですね、調整するとか、速さを調整するみたいな感じで持っていくとうまくいくんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、無事ですね、ヌルを当てはめることができましたら、ちょうどまあこういうふうにね、追随するような形になったと思います。で、今度はライトをそれにつけて、ライトをこう塗るのところですね、塗るのところに一緒についてきてくださいよって言って、お役関係もすいます。そうすると、まあこれ、ビフォーだとこうなんですけども、アフターでやると、まあこのような形でですね、うまい具合に、 ま、ついてくるような感じでできます。で、ラストは、えー、まあ、3D レイヤーかけて、ちょっとね、背景の陰影つけたい場合は、背景にもですね、ここの 3D レイヤー入れて、あともう一個ライト追加して、まあ、ライト、今度はアンビエント光を入れますね。今だとちょうどここの反ったところしかライティングがいかないんで、まあ、これはこれでありだと思うんですけども、もう一個こう入れてあげると、こんな感じで、まあ、全体を調整して光ってますよね。この辺とかでうまくこう調整できるんじゃないかなと思います。 さあ、あと最後はもう一個、えー、コンポーションですね。音付けと、はい。あと少し揺れを入れたいんで、ここね、ウィグル5カンマ15という感じでカメラシェイクを少し入れてあげると、まあ、ちょっとかっこよくいくんじゃないかなという感じに思います。